はい、こんにちは。ではね、本日はですね、近頃サーキットでこのアルトを走らせる機会ができそうなので、ちょっとそれに向けて練習をしていきます。でも練習といってもスピードを出すわけではなくて、ただ単純に法定速度以内でゆっくりの速度でこのギアをスムーズに動かす練習ですね。まあ別に普段とやってることは変わんないんですけど、まあドライブみたいなもんです。ただちょっと意識して変える練習をちょっとやっていこうかなと思います。やっぱね、マニュアルだからいくらでも壊しようがあるんで、できるだけ壊さないようにっていうのをね、大事にしてやっていきます。別に危ないことをするわけでもないです。普通に運転するだけです。じゃあ行きましょう。ですけど、僕みたいにこういう馬力のない車は本当法定速度以内で練習ができると思います。別にスピードを出す必要はありません。スピードを出すのは簡単なんで。はい、ではこんな感じでね、安全な速度でも十分に練習はできます。別に危ないことをすることが速く走るわけじゃないですね。じゃあ今回こんな感じで、はい、ではまた。